どうも皆さんこんにちは、レイジーチャンネルへようこそ。今回お届けいたしますのは、100均のアイテムを活用してキットを制作していく新企画、名付けて100均やこをお届けいたします。100均で売られている様々な模型制作に使えそうなアイテムは、実際のところ本当に使えるのか、使い心地や耐久性は、仕上がりや完成度はどうなのかなど、実際に使っての制作や検証をしていく企画です。第1回目の今回はズバリ100均ツールのみを使ってキットを制作するです。これは言葉の通り、制作から完成までを100均アイテムのみを使って制作することで、100均ツールの実力を測ります。ただし、完成品のクオリティ維持のための救済措置として、100均で売っていないものは税抜き100円以下、またはそれらの組み合わせならば可、塗装ブースなどの設備の使用やデカールなどは除くこととします。今回制作するキットは、当チャンネル初となるマスターグレード MS06S シャー専用ザクバージョン 2.0 を選びました。その理由は、しっかりと色分けされている、パーツが大きめで作業が楽、表現などの結果の違いが見やすい、予備のキットを持っているとなります。本当は量産ザク作りたかった。初級モデラーが100均アイテムだけで制作して、どの程度のものが出来上がるのか見せてもらおうか。100均の模型ツールの性能とやらを。ちなみに今回はあくまでも100均アイテムの実力を測るのが目的なので、制作において設定面などはあまり考慮していません。100均アイテムの使い方、利用方法や、より高い完成度を目指すためのアイデアなど、今回キットはあくまでも素材としての立ち位置ということをご了承ください。それでは早速本編をご覧ください。まずは制作編での使用ツールのご紹介です。動画内では別の100均カッターマットを使用している以外は、すべて実際にこれらのアイテムを使って制作しています。結論から言っちゃいますと、すべてちゃんと使えるアイテムです。いくつかは私も普段から愛用、重宝しているくらい使用感、コスパともにいいと思います。ただし、それなりに値段相応の部分もあり、ポイントを抑える必要があるものも。そのあたりは制作をご覧いただきながら解説したいと思います。箱を開封後、ビニール包装をデザインナイフやカッターナイフで開封します。くれぐれもランナーに余計な力を加えて、パーツに傷や破損のリスクを与えないためにも、ここは力技での開封は避けましょう。続いてニッパーでパーツを切り離しますが、正直100均のニッパーは刃が厚く、お世辞にも模型製作向きとは言えないので、綺麗に作るために一手間かけてやります。見ての通りハーツがあり、細いところ狭いところの切断には向いていませんが、その分耐久性は見込めるので、ゲートではなくランナー部分で切断します。今回はしていませんが、作業効率アップと仕上がり向上のために、ニッパーで切り離した後、ゲートを爪切りでカットすると良いです。ランナーから切り取った後、今度はゲートから切り離す二度切りを行い、デザインナイフでさらに追い込んでカットします。この時パーツまで切りすぎないよう、ほんの少しゲートを残し気味にしておきます。また1回で切り落とすのではなく、スライス状に薄く切ることでパーツに力が加わるのを防ぎます。わずかに残したゲート跡をスティックヤスリや棒ヤスリを使って仕上げていきます。このアイテムは他のいろいろなチャンネルでも取り上げられていますが、本当にすごいと思います。超おすすめ。特に私のような初級モデラーや、これから模型を始めようと思っている初心者の方にとっては、ガンガン使っても財布に優しいのは非常に強力な味方となります。また棒ヤスリも普段から愛用していますが、使い勝手も良く、使用頻度も高いです。数セットを所持、目詰まりしたら取り替えて作業を継続できるようにしています。改造工作などの時には大活躍してくれています。ゲート処理が終わったら面出しを行います。今回の場合は後の塗装作業のための足付けも兼ねている、というよりそちらがメインの作業となるので、面を出しつつ塗装する部分はできる限りヤスリをかけて表面を荒らしておきます。ショルダーアーマーのコーナー部分やスパイクアーマーなどの曲面のヤスリがけにはスポンジヤスリを使います。600番から1000番が使いやすいです。ちなみにスポンジヤスリ、スティックヤスリとも耐水ではないので、
水研ぎするとペーパー部分が剥がれてきます。外装パーツの表面処理が一通り終了したらパーツを洗浄します。粉ふるいと大きめのボールを組み合わせて洗浄します。中性洗剤をぬるま湯で薄めたものにつけて歯ブラシなども使ってしっかりと洗います。すすいだ後完全乾燥させ塗装に入ります。塗装編で使用したアイテムをご紹介。これら以外にも以前から使用している100均アイテムが多数あり、そちらを使用している場合があります。その場合は動画内にて逐次お伝えいたします。ここでご紹介しているアイテムの中には今回の作業では使用していないものもあります。塗装クリップにパーツを挟んで持ち手にします。今回購入したクリップは少し大きいので100均の電気工作用ワニ口クリップと竹串で自作した持ち手を使用しています。ワニ口クリップは大小2サイズ入っているのでパーツの大きさに合わせて使い分けます。パーツを100均の塗装ベースに設置した後、一度すべてのパーツをラッカースプレーのマットホワイトで塗装します。裏技でノズル部分をプラモデル用スプレーのものと交換するとより綺麗にスプレーできます。ラッカー塗料のホワイトを下塗りすることで上塗りのアクリル絵の具の食いつきを向上、隠蔽力の低い色の下地色が透けるのを防止、発色を上げる効果があります。この工程を行うことで本塗装の際およそ 2,3 回の重ね塗りでほぼ問題なく発色します。ちなみに吹かない場合は 6,7 回重ねても下地色が透ける場合がありました。塗装のためにウェットパレットを準備します。用意するものはトレーシングペーパー、タッパー、メラミンスポンジです。画面右側のトレーのようなものでも問題ないですが、数日保管できる密閉式タッパーがおすすめです。今回トレーは筆を洗浄するために使っています。タッパーの底に合わせてメラミンスポンジをカットします。この時蓋を閉めた時にメラミンスポンジが蓋に接触していないかを確認します。続いてトレーシングペーパーを用意、スポンジの大きさよりも大きめにカットします。パレット上で混色する際にトレーシングペーパーが破れることがあるので、互い違いの方向で重ねて使うといいと思います。トレーシングペーパーはあらかじめ多めに準備して素早く交換できるようにしておくといいです。タッパーに水を注ぎ、スポンジも湿らせておきます。トレーシングペーパーが十分湿るように軽く押さえつけながらスポンジに貼り付けます。重ねて貼るときにペーパー同士の間に気泡ができないよう注意。塗装はアクリル絵の具で行います。模型の塗装に使用する場合、長所と短所がありますが、個人的感想としては非常にいいと思いました。テストピースを使っていろいろと試したのですが、今のところ好結果、好印象です。筆は数種類用意して使用してみましたが、ナイロンの平筆が一番使いやすかったです。まずはブラックで組み立てた時に見える裏側やエッジ部分を塗っていきます。スプレーのホワイトが回り込んでいるところは特にしっかりと塗ります。3回以上塗り重ねるので下地の色が見えても気にせずに、筆を運ぶ方向はできるだけ一方向で、かつ厚塗りにならないよう心がけます。エッジ部分は塗料がたまりやすいので筆を置いていく感じで色をのせていきます。今回実験的に塗装で材質や処理の違いの表現を試してみました。失敗しても水ですぐに洗い落とせるので、こういったトライができるのもメリットです。足底、膝、肘、胸などの黒いパーツはなし地風に、スパイクアーマーは鋳造風の表現を行ってみます。赤と白でピンクを作ります。後の作業でトーンを落とすので気持ち明るめに作ります。綿棒に塗料を含ませてローラー掛けする感じで塗装していきます。一度塗ったら乾燥させ、少し色味を変えて再度重ね塗り、もう一度という感じで3回ほど塗り重ねています。2回目には黄色、部分的に青も混色しています。
絵の具の薄め方や使う綿棒の質でも結果が変わるので、求める結果に合わせてチョイスするのがいいでしょう。簡単にやり直せるし、スポンジなどでも試してみましたが、今回は綿棒の方が好みの結果に近いので別の機会に。続いて本体外装パーツの塗装に入ります。通常の筆塗り同様、初めは縦方向、乾燥後に次は横方向という感じでクロスさせながら重ね塗りします。絵の具の場合、筆ムラが出やすいので交差方向の時に絵の具を筆ムラの後に残し埋めていくイメージで塗ります。左が1回目、右が3回塗ったものです。厚みやムラがあっても大丈夫。乾燥後に800番のスポンジヤスリで軽くならすことでリカバリーできます。注意点としては、調色した色をある程度多めに作っておくことや、どうしても塗膜が厚くなりがちなのではめ込むパーツや接合面、ピンなどに注意すること、模型用塗料に比べて剥げやすいので取り扱いに若干気を使う必要があります。絵の具塗装に関して気づいた点を最後にまとめてお伝えしようと思います。乾燥したら組み付けて全体をチェックします。それでは基本塗装を終え、組み上げたものを素組みと比較してみましょう。部分塗装は行っていないので、単純に100均ツールによる仕上がりのイメージを確認していただければと思います。色味がかなり違うのでイメージは変わりますが、100均ツールのみで作ったとは言わなければ気がつかないのではないでしょうか。それではこれからウェザリングなどの仕上げ塗装を経てどう変わっていくのか、引き続き完成までをご覧ください。黒と白を混ぜてグレーを作り、部分塗装を施します。今回は特にこだわらず、全身にある丸モールドを塗っていきました。単調になるのを避けるため、一部黒で塗っていたりもします。今回内部フレームは塗っていませんが、次回の作例ではクリアランスを確保しつつ、絵の具で塗装に挑戦しようと思います。今回の企画で私なりに感じた絵の具塗装のメリットは、低コスト、上塗りが可能、入手性がいい、手軽に扱える、隠蔽力が高い、無臭、速乾性、プラを犯さない、リカバリーが楽などが挙げられます。特に匂いは有機溶剤を使わないのでほぼ無臭、小さなお子様や匂いがダメな方、ペットがいてもご覧の通り。デメリットとして考えられるのは、色数が少ない、光沢が苦手、メタリックが苦手、厚塗りになる、エアブラシに向かない、塗膜が剥がれやすいなどがあります。ウェザリングを施してリアル感を演出します。黒、白、赤、茶色、黄色などを混色してグレーや焦げ茶、オレンジなどを作ります。綿棒で色をスタンピングして剥がれ、サビなどを再現します。銀色もあるのですが、あまりリアルではないので一部でしか使っていません。このほか白、黒、赤茶などで雨だれ表現を、赤、黄、薄ピンクで体色表現を施しました。このあたりは通常の模型の塗装テクニックがそのまま活かせるので、お好みの作風に合わせて仕上げていただければいいかと思います。絵の具の粘性が高い点を気をつければほとんど同じ感覚で作業できました。というより、今までで一番かっこよくできたのではないだろうか。今回のウェザリング塗装の一連の流れを参考までにダイジェストでお送りいたします。用意した色は黒、白、茶、赤、黄、銀、ローアンバー、イエローオーカーですが、結局最後の3色は使えませんでした。まずはじめに一度黒で全体を塗ってしまいます。ここではあえてムラになった方がよりリアルな感じになるので、気にせずどんどん塗り上げていきます。どうせこの後ほとんど拭き取るし、材料も安いので。いくつか克服すべき点はありますが、絵の具塗装素晴らしい。塗り終わったらすぐに水で湿らせた綿棒で拭き取っていきます。
雨だれなどを表現するストレーキングの要領で少し残す感じで、流れる方向を考えながら拭き取ります。失敗してもやり直しは簡単なので、会心の一拭きを目指して作業します。上部はしっかりと、下に行くに従って残し気味に拭き取ります。天候の影響を受けづらい裏側は表側よりきれいに拭き取ります。まあこのザク宇宙用なんですけどね。裏表一通り拭き取ったらひとまず OK です。続いて水で少し薄めた白で表側だけを塗ります。先ほどの黒塗装がある程度乾いた方がいいですが、あまり気にしなくて大丈夫です。間髪入れず多めに水を含ませた綿棒で先ほどと同じ要領で拭き取っていきます。拭き取る程度は好みによりますが、うっすらと白っぽく残るくらいがいい感じです。今後の作業でいくらかは拭き取られてしまうので、あまり神経質にならなくてもいいです。黄色、赤色をそれぞれランダムに乗せて湿らせた綿棒で引き伸ばしていきます。今回調色したピンクが赤、白、黄なので親和性が高い色を使います。塗料の置き方、拭き取り方で表現も変わるので、いろいろ試してみると面白いです。塗装剥がれの下地色を調色します。黒、白、茶色をほぼ同量混ぜるとええ感じ。できた色を乾いた綿棒で少量取り、エッジなど擦れそうなところに置いていきます。失敗しても濡れた綿棒で拭き取れば OK です。綿棒で色を置いて、気に入らなければ濡れ面で拭き取り、黒と白で灰色を作り、色はげ部分にちょこっと置いていきます。茶色を色はげ部分の一番下のところにちょん付け、筆や綿棒で下に引き伸ばすとあら不思議。錆だれの出来上がり。これを適度に繰り返して仕上げていき、全体に施して完成。ちょっと待った。ここまで来たらとことんやりたい。さらにもう一手間加えてみたいと思います。パステルを使って表現にもう一段深みを加えてみます。塗装カップと茶こしを用意。使うパステルを引いて粉にします。今回はホワイト、オレンジ、赤茶を使用しました。メイク用の筆やスポンジチップなどを使ってこすりつけていきます。パステル以外ではアイシャドウなどでもいいらしいです。触ると取れてしまいやすいですが、最後にトップコートをすることで防止できます。本当にごくわずかな変化ですが、全体を通して見たときに明らかに表現力が増します。特にシャーザクの場合は通常の3倍アップします。信じるか信じないかはあなた次第です。画料転生ということで、最後に物合いを UV レジンと蛍光パウダーを使って UV ライトを当てて光らせたいと思います。物合いのクリアーパーツを削って平らにしておきます。 UV レジンと蛍光パウダーを少量混ぜて、あ、いいや。モノアイパーツに適量乗せます。表面張力で自然に丸みを帯びていきます。ある程度乗せたら UV ライトで硬化、再度乗せて再び硬化を繰り返して、好みの厚みになったら完了です。それでは100均縛りマスターグレードシャア専用ザクの完成品をご覧ください。今回の企画をやってみて、これは初心者の方や初級クラスの方にものすごくおすすめできるのではと思いました。
正直工作ツールは使えることは確かですが、いわゆる良いツールと比べると効率が落ちてしまい、冗談抜きで通常の3倍完成が遅くなります。ですがおそらくここから始めて工具を買い直した時に良い工具の持つ本当の価値を実感します。現に私がそうでした。少なくとも100均ツールでも使い方次第で初級モデラーでもこのくらいなら作れるというのがお分かりいただけたのではないでしょうか。それでは完成品をご覧いただきながらお別れしたいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。次回もお楽しみに。君は作りきることができるか。